キングプリンス。二人体制での変化に本音。5月にヒラの仕らが脱退。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの長瀬角と高橋海人。こうは正式には、はしご高が6月15日に放送されたフジテレビの朝の情報番組。目覚ましテレビ。 毎週月金曜朝5時25分に生出演。二人体制になったことでの変化を明かした。金プリ、二人体制での変化を告白。5月22日をもって、平野潮、岸優太、神宮寺優太の三人が脱退し、CD デビュー5周年記念日である5月23日からは、長瀬、高橋の二人で活動しているキング、プリンス。二人体制になって変化したことについて問われると、高橋は、 歌わりが増えるので歌っていて気持ちの余裕がなくなったなって笑い、休憩がないので、と本音を明かした。ファンから届いた、二人体制になって大切にしていきたいことはという質問について長瀬は、やっぱり話すことですかね。会話を重ねることです。やっぱり曲を決めるにしろ、二人が一番納得して曲を出して精一杯パフォーマンスするというのは、これからも大事にしたいのでと会話を大事にしているそう。 会話をする機会について長瀬は、増えたよね。10倍ぐらいになったよね。と高橋に語りかけていた。モデルプレス編集部、情報、フジテレビ、ノットスポンサード、記事。